あ、いや。はい、というわけで今回はダモちゃん、ダモスケ久しぶり。久しぶりですね。いつぶりだっけ？あ、6ヶ月ぐらい。6ヶ月ぶり。最近本当に俺の誕生日だった、お前死ぬね。あ、マジで？ガチで。6ヶ月、おめでとう。6月は俺の誕生日だったよ。え、あれだよね、だって去年だっけ最後会ったの。あ、去年だった。あ、最後会ったは、はい、多分、ジュニアンと会った時の、うん、あ、それは最後だった。あ、そう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 、あの時だよね、うん、あの時だったよ。で、ダモスキーはナイジェリアでしょ。ナイジェリア人です。え、年齢は？年齢は23歳。好きなアニメは？好きなアニメはたくさんあるよ。例えば？ハイキュー、鬼滅の刃、呪術廻戦、ゴルゴのバスケ、誠実の巨人、進撃の巨人、進撃の巨人、ナルト、めっちゃ多い、たくさんある。いいね。俺よくアニメ見てます、本当に。あ、何のアニメって言ったっけ最初。あ、一番好きなアニメ。ハイキューか。なんかボリボール。ハイキューで一番好きなキャラクターは？一番好きなあの坊主してた人は知ってる？坊主。あ、わかんない。俺ハイキュー見たことない。あ、まあ坊主の人ね。僕のいるアカデミアは。ヒルアカデミアは。あ、罰ゲ。ん？僕のいるアカデミア。うん。知ってる？知ってる。あ、爆豪好きなの。はい、爆豪が好き。え、ダモスキなんで日本来たの？あ、なんかお父さんは日本に住んでいるから、うん、あと、あの、将来に多分いい仕事を見つけたいから、うん、あの、ここで大学生だから、うん、だから大学卒業したら、うん、絶対多分いい仕事を見つけるかなと思った。あ、なるほどね。え、ナイジェリアに戻りたいって思う？めっちゃ思ってるよ。あ、思ってるの？めっちゃ思ってるよ。え、将来住みたいのはど、日本とナイジェリア？絶対将来住みたいのは日本と思いますよ。あ、日本？日本と思う。え、なんでそれは？なんか、あの、電気とか、うん、あの、エナジーとかたくさんあるのに。エネルギー？エネルギーとかあるから、うんうん、例えばナイジェリアでは普通に電気ないでしょ。電気ないんだ。毎日の電気とかない。そう、それナイジェリアではあるなら、それあと仕事、ナイジェリアでは仕事ない。あ、仕事ないの？仕事ない。だからここに、うん、働いて、うん、生活も、うん、安いと思うからここに住めたいと思うかな。あ、そうなんだ、うん。え、じゃ女の子はどっちの方が好き？日本かな？それの国だよ、お前。あ、ナイジェリアの方がいい。ナイジェリアがいいよ。あ、そうなの？そうなの？あ、ナイジェリアがいいと思うよ。へ、えー、うん、そっか。あ、ここも高田馬場？うん、あそこ。あれで、まっすぐ見て、高田馬場、うん、行って、うん、あれで左、あ、それ、あとで右、うんうん、右すぐ、あとでここ、そう、階段見えるでしょ、うん、階段までに、あとで右。あ、そうなんだ。わかる？うん。そう、まっすぐ、ロスの方向に。え、ダモスキ、日本の好きなところは何？トイレ。トイレ？日本のトイレ、一番好きなところです。なんか、うんこし終わったら、うん、あの、出る水は、あー、気持ちいいんだ。気持ちいい。マジで気持ちいい。あれか。それめっちゃ大好き、ほんまに。他には？お金は特にないと思いますよ。特にない。特にないと思います。それだけ好き。あ、それだけ。じゃあ逆に日本の嫌いなところは？逆に日本の嫌いなところは、あの、多分俺はなんか SNS やってるでしょ。SNS、うん、あ、だから外国人として、うん、多分他の女の子になんかインタビューしようとして、うん、なんか。変な顔を俺に見ていますみたいな感じ。変な顔される？変な顔される。ただ多分俺分からん、多分日本人にとって、うん、俺なんか外国人なんか悪いイメージあるかな、分からない。高い？多分、うん、恥ずかしかな、分からない。でもそれだけかな、分からない。あ、なんか黒人が悪いイメージがあるってこと？多分でも恥ずかしいと思う。多分日本人が恥ずかしいと思うけど、うん、でもわからない。でも他の外国人として多分そういう意味わからないと思う。なんか日本人たちは恥ずかしいです、うん、でも俺は知ってる、日本人たちは恥ずかしいだから、うん、そういうことわかる。あ、そうなの。でも他の外国人とて絶対、あ、なんか差別だと思うかな。人種差別だと思います。でもそういう俺は全然と思わない。でもただ恥ずかしいだと思うだけ。
あ、そうなんだ。はい。え、日本の芸能人で誰知ってる？あ、芸能人、三上優愛。エビジョイです。エビジョイ、あいちゃん。前にこう、一緒に動画撮りたいな。コラボ？コラボ撮りたいな。コラボ撮りたい。え、AV 出たい？日本の AV 出たい？お前バカ出たくない。だからクラブしたいな、一緒に。なんか最近はあの子は他の男の子と、うん、あのディズニーランドのデート行って、うん、行ってたらしいです。それそうなの？あのでもクラブだった。他の YouTuber と三上優愛、それもそういう推し。あ、そういう企画ね。2人でそういう企画欲しい。でも三上は彼氏がいると思います。あ、そう思う。うん、いると思います。彼氏いる。よく一緒に TikTok 撮ってます。ああ、二人。え、日本人と付き合ったことあるの？ダモは。俺は今まで付き合ったことがない。あ、そもそも人と女の子と付き合ったことがない。え、エッチしたことは？ああ、まだ童貞です。あ、童貞なの？童貞、まだ童貞です。じゃあ日本の音楽で好きな音楽曲は？ああ、ヨネズケンシ、サインピース。おお。あの僕のいるアカデミアの音楽。あ、そうなんだ。うん。ヨネズケンシで好きな曲は何？あ、サインピース。あ、サインピース。サインピース。ヒップホップはヒップホップ。ヒップホップならたくさんの音楽が好きだから、一番好きな音楽はない。あ、全部好き。全部好き。あ、そうなんだ。音楽として、うん、全部好き。あ、そうなんだ。うん。ダモスキーは今彼女とか欲しいの？いや、欲しくない。いらない？いらない。なんで？俺はマジで忙しいし、あとで彼女の時間ないと思います。はい。彼女に時間全然ないと思うから、うん。いらない。いらない。いらないんだ。いらない。エッチはしたいの？それは男の子、それは当たり前だよ。当たり前か。男の子全部エッチやりたいでしょ。そうだね。絶対当たり前。好きな日本食は？甘いパン。甘いパン。甘いパン。日本食ですか？うん。あ、好きや。好きや。好きや。俺が好き。じゃあ日本の食でしょ？うん、そうだ、ね。あ、好きや。これは12万。大丈夫？大丈夫。オッケー。ありがとうね。ありがとうございました。